こんにちは、アカウンティングポーター代表の忠野です。今回2回目の動画ということで、前回の海外リモート進出の続きということで、主にですね、進出時のとこ実際のところをご案内したいと思います。はい、では本編になりますけども、まずですね、この構成、進出時ということで左側にブロックがあると思いますけども、その右側のブロックで内製対応、リモート対応と記載してまして、まあ、全体の流れはこの左のですね、矢印2つありますけども、まあ、左側の矢印が内製対応の流れで、右側がリモート、まあ、あるいはアウトソーシングの流れと、でその右に右のブロックでそれぞれの内容を解説してまして、まあ、ここに分かりやすく日本円でもどのぐらいかかるかというところで記載してますので、まあ、主にですね、この比較をしながらご案内したいと思います。でまずですね、皆さん進出時に一番最初にやることって当然市場調査ですとか、まあ、事業計画の作成になると思います。でこちらについては、まあ、よほど大規模な会社さんでなければですね、まあ、ほとんどは皆さん内製で対応されると思います。ですので、まあ、こちらにあるある意味アウトソーシングリモートというのはまだこの段階では必要ではない、まあ、重要ではないかなという理解でよろしいかと思います。でここから法人設立あるいは法人設立前の座組というか資本構成をいろいろ考えられると思いますけども、まあ、その時点においてはやはりですね、これはもう内製対応はもうほぼ無理です。まあ、と言いますのは、やはりタイではタイ語、ベトナムではベトナム語ということで、まあ、それぞれの、現地の言語の、申請手続きが必要ということで、まあ、ここは必須になりますので、まあ、基本的にはこれらの維持コスト、維持コストというか進出のコストがかかるという前提で、いていただければと思います。でですね、会社を設立した後はですね、まず当然皆さん人材採用ということになると思いますけども、これも、まあ、中には内製対応ということで、まあ、例えば人材マッチングサイトですとか、まあ、Facebook ですとかの、まあ、ソーシャルネットワークを使ってですね、まあ、確かに自社で対応可能になります。ただこれはだいぶ手間と時間がかかりますので、まあ、特に最初に進出する国についてはよく状況もわからないということであれば、まあ、ほとんどの会社さんは人材紹介会社を使われると思います。でその時にですね、このリモートのとこのブロックに2つ乗っけてるんですけども、上の方は通常のローカルスタッフを、これタイであればタイを想定してますけども、まあ、4名採用するという時のコスト感です。でその下がですね、このリモート進出というサービスを使えば、まあ、第1回目で少しお話したように、まあ、必要最小限のですね、ローカルスタッフを採用することで、まあ、人数絞ることができますので、まあ、その場合は当然人材エージェントに払うコストも、まあ、半分とかそういうところで済むというところで、こういう比較で記載をしておりまして、で、まあ、人がやっと採用できましたというところで、まあ、次からは運営に入っていくわけなんですけども、まあ、今回はちょっと運営の触りだけご案内しますとですね、まあ、こちらに記載のところではあんまりこう内製対応リモートってコスト感変わらないように見えるんですけども、まあ実はこの3回目以降で続きがあってですね、まあ単純に内製で人を出張対応ということでやる形プラス駐在員を置くというところと、まあ我々での考えているリモート進出というのは、まあ本当に外からプロフェッショナルがサポートする形でやりますので、まあ駐在員を置かないっていうのを前提にしてますので、まあ、そういった意味ではこのコスト20万から65万円というのは、これだけで進んでしまうという内容になります。で詳細はまた次回の動画でご案内いたしますので、ぜひ続きをご覧ください。